はい、はい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 ラジオを聴いている皆さんこんにちはおはようございますですかね「ロックミュージックサンデー」の時間でございますというわけでこの番組は MC の翔吾と MC のうやがお送りする音楽番組なんですけどもうやくんは前回もお話ししたように長期休暇をとっていますので今日の放送は自分メカル翔吾が1人で 今日もやっていきたいと思います。1時間お付き合いください。というわけで始まりました。というい、はい。というわけで今週も音楽の話をしていこうかなと思うんですけど、今回は2週明けてのロックミュージックサンデーなんですけども、久しぶりの間にちょっと、えっと、 ライブがありまして自分のの先週日日曜日にそのことも話しながらラジオを進めていってで番組後半にはあのー、コーナーではないんですけども自分の自分メカショーの、あのー、好きなアルバム紹介をしたいなと思ってて1曲ずつアルバム流しながらその曲の思い出だったり 結構あるので、そのことを喋っていきたいなと思います。というわけで、ロックミュージックサンデー1時間お付き合いください。それでは曲行って CM 入ります。 はい、ロックをお送りしている番組はロックミュージックサンデーでございます久しぶりの放送で少し感覚を忘れていますが1時間頑張っていきたいと思いますというわけでなぜ久しぶりかっていうのも今から話すんですけどもえー、っと何から話そうそうなんですよ先週の日曜日ライブがありましてあのー、そうですね23日 23日に、あのー、自分たちキラヒノジアっていうバンドを組んでてそのキラヒノジアのメンバーで <laughs> メンバーでライブに出させていただいてこのライブはあのー、DX って言って、あのー、ライブのイベント自体が確か、あのー、自分たち同世代だから。 大学生とか大学生でも前半とか大学生かなうんの今から何て言うんだろう伸びそうな自分で言うのもあれだけど <laughs> そうなバンドを多分集めたんじゃないかなであの NOW でヤングなバンドマンを集めてあのやるイベントで DX っていういろいろ 県内のすごいかっこいいいいっバンドいっぱい出ててその中にあのきらひの字も混じってちょっと最初ライブだった時今回のライブ結構2ヶ月3ヶ月前から招待いただいてであのやっぱりちょっとキラひのジアも結構最近新曲を作ってないというか作ってはいるけど披露してないから。 やっぱ披露しないといけないなと思って頑張って作ったんですよね曲を俺がそう作詞はほとんど大体作詞作曲はほとんど全部自分でアレンジがバンド内で少し入るくらいでだからほぼほぼ形はもう俺が決めないといけなくてでやっててで今回 今回だけじゃないんだけどキラひの字やってあのライブがあの本当にライブ前になると新曲そうライブ前の新曲練習になるとやっぱいいものを作りたいからだけどいいものを作りたいからなんだけどすごい喧嘩がね <laughs> 耐絶えなくなるのよね。 すごい喧嘩が多くなっててあのー、まあ大体何て言うんだろう喧嘩の内容を見てればギターが新曲を発表するベースが「ここはどうこう言う」で直してみるで「俺がうーん」ってなるで提案するでもそれも納得いかないでそういうのを3セットくらい繰り返してベースが「 いいよもうじゃあってなるからいやいいよじゃあって何言ってなってそっから喧嘩なるんですよねまあ一応いいものを作りたいからですよ喧嘩になるのはだからもう喧嘩じゃないよねだからちょっと何て言うんだろう意見のあのキャッチボールが少し俺が濃昏だったくらいなんか言い方わかんないけどとりあえず喧嘩っていうのかわかんないけどそういうのがあって 結構新曲を作るのに時間かかっちゃって。で、まず、あの、喧嘩の内容も話すと、新曲、自分、大体、音源は作らずに、あの、結構、スタジオで直接、みんなに聴かすことが多くて。で、で、そこでもう、一気に、入ってやる。俺の中では、もう、なんて言うんだろう。結構スキルがないとできないことなんだけど、こういうのって。で、弾いて、 ドドラ俺はドラムのイメージ伝えてベースのイメージ伝えてはいじゃあ一発やってみようって言って即興でアレンジしたりとかしてやるんだけどベースはもうそれが全くできないわけじゃないけどやりたくないっていうそ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 うやりたくないっていううまいんだけどねうまいんだけど家でじっくりアレンジしてから考えたいっていうからもうその日の練習はとりあえずあの。 家帰って音源作ってからまた出直しこいって言われたんでしかも自分バイトがあってその練習前にバイト終わって練習入れてもうグダグダなのに音源作ってこいって言われて腹立ってやけクソなってからあの朝の5時半まで起きてずっと打ち込んで <laughs> 言い訳させないように <laughs> 打ち込んでで朝学校で音源作ってきたからこれ聞いてこいって。 でその後はまあ順調でもなかったけどどうにか新曲を作って合わせて発表でこの時ちょっと正直言うと今回の新曲が自分たちの「集中豪雨」って曲なんですけどこの集中豪雨が結構イメージと違うっていうかあの 本当はこの A メロの後にまた展開が1つ2つあってっていうのを想像してたけどあの <laughs>「いいよもう」って言って1番加勢したんだから2番も同じやしってなって <laughs> 俺全部可視化考えてくるから「いいよもうじゃあいいよもうそ,それでいいよ」みたいなそしたら「覚えれるでしょ」ってやってまたその次の練習も <laughs> そ「その時は3時半とか4時だったかな?」 まで起きてちょっと曲作ってましたね。でそうですね「ツイキャス」でっちゃんさん「食い違いは大切だよね」「そうだよね」なんて言うんだろうでもあのベースの子は嫌とかそんなんじゃなくて別の視点からの意見をもらえてるからこれは結構すごいいいことであのいつもお世話になってるというかう嬉しいっていう。 気づくこともあるしこれがまた正論なんだよねベースの言ってることが <laughs> すごいあのストレートに言うからあのだ,だからもう演奏してつまらんみたいな楽しくないみたいな弾きたくないみたいな面白くないからみたいなおお俺がこんなって時間かけた曲をこうもう一言で返すかこいつと思って弾きたくないかおいってなるんだけど じゃあ理由聞いてみると意外と正論で <laughs> くじけそうになるからそれを乗り越えてでもあの「キラヒノジアで今まで新曲4つ5つくらい作ってるけど曲をオリジナルをね作ってるけどマックスの合格点もらったことないんだよねまだみんなからむずっと思って。 いつもうんこれならいいよっていうなんかやっと合格ラインに到達したみたいなうーん難しいよね曲作り本当に周りに曲を作ってる友達があまり少ないからあれだけど結構この気持ちを共感したいっていう あのドラムの先輩とかは結構アドリブとか聞いて結構意見言ってくれるけどあでもあれなのメンバーではすごいこうなって吟味して提供するからだと思うんだけどライブでは結構曲褒められたりとかして褒められたりとかしてすごい嬉しいんだけど結構結構褒めてくれる人もいたりいてちょっとやる気っていうか。 になっててくれツイッターとかでも書いてくれたりとかしてる人もい,いてちょっとやる気をね出してるけど練習の時本当に何度解散を考えたことか <laughs> <laughs> メンバー大事とか本当に思ったりとかもしたけどやっぱりなんだかんだ今のメンバーじゃないと出せない音とかもねあると思うから。 お、ツイキヤーマンさん、ハイサイということで、ハイイサ沖縄はそう、暑いんですよ。今日めちゃめちゃ暑い、本当にあの直射日光がえぐいくらい暑くて、あの窓開けたら風は涼しいんだけど、直射日光がもう夏、本当に。海入れんじゃないかな、今日一番気持ちいいでしょあ、でもちょっと寒いか、海は。 海ちょっと寒いからそうそうそう話が脱線したであのー、イベント出てあの自分たちは何自分たち結構イエーイとかじゃなくてあのー、結構心の中で楽しんでくれたらな系バンドなんて言ったらいいんだろう <laughs> あのこのこ暴れるとかあの結構なんて言うんだろうやばい全く出てこないあのイエーとかあのとりあえず会場が結構飛び跳ねたりする系バンドとかではなくてっどっちかっていうとなんて言うんだろうなんかちょっと。 体が揺れるくらいいの楽しい音楽し音を結構キラヒジアでやっててだから今回ライブ呼ばせてもらっててあの自分たちと同い年の,あの b ルルームさんっていうバンドがいてこのバンドがもう同い年でオリジナルやってるのがめっちゃかっこよくてもう,も,うもうめちゃめちゃかっこよくてで嘘だろってなでもとしょ最初で飛ばしすぎでしょとか思いながら。 もう会場を温めてくれたんですよ俺たちのため俺たちの出番の前にであの b ルームさんの,あのドラム走りさんっていうんですけど走りさんがあの「会場を温めたから」って言っててくれておおマジかと思ってそれをキラヒノジヤのマイペースな雰囲気でちょっと崩してしまったんですよね <laughs> まあそれが俺たちの音楽だから まあ、しょうがないっちゃしょうがないけど、崩し、崩したというか、ね。しょうがなかったよ。<laughs> だから、そうそうそう。で、あの、でも楽しいって言ってくれたよ、でも。あ,あ、そう。このライブの、あの、動画演奏は、あの、Twitter で、きらひの字や。って打ったら、 多分、出てきますうん出てくる出てくるキラヒノジアの演奏が見れるのでそこで見てみてくださいそこであの新曲の集中豪雨でキラヒノジアで一番人気の高い曲「雨天結構」もそこで聴けるので何であ 雨天結構めちゃめちゃ人気なんだよねキラヒノジ屋で自分雨が嫌いなんですよあははははっていうのもあの自転車が好きであのピストバイクっていうの乗ってんですけどピストバイク乗っててであの学校とかあのピストバイクでたまに行くんですけどたまにたまにっていうかまあ結構遠いので行くんですけども 自転車が好きで例えば自転車で学校行くじゃないですかで学校で雨が降るんですよで8キロ9キロあるところをピストバイク泥よけもないからもう濡れながら自転車も汚れるしあーって本当にブルーになるんですよねでどうしてもちょっとこんなこのままじゃダメだと思ってだって雨降っちゃうと露骨にテンション下がる人だからしかも俺 これダメだと思ってちょっと打開策としてキラヒノジアで雨が好きになるような音楽を作らないいかんと勝手に思って作ってそれが雨天結構なんですよ一応歌詞を書くときは結構ストーリー性すごくすごくでもないけど一応沿う,うようにしてて そう,そうそうそう。そう雨天結構は何だったかなえーっと雨天結構の歌詞がなんだっけなえーっとやばい、ど忘れしてる自分が歌ってるのに。あ、そう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 。 女の子が主人公なんですよね女の子が主人公ででその子はその日遊びに行こうとしてたけど雨が降大事な約束をねしてたんですよでも外がちょっと雲気が怪しいっていうそしたら予想通り雨が降っちゃったとで悲しんで泣いてたんですよね それを何て言うんだろうサビであのサビの,あの歌詞があの「君が泣くから雨なんだ」そして「君が笑うと晴れなんだ」「泣いて泣いて泣いて泣き続けてそして泣きつ泣きそして泣き疲れた君が次に見せてくれる顔はきっと笑顔であれ」っていう 第三視点からののの目線でこの女の子を見でずっと一応第3視点なんだけど他人目線で見た歌詞なんだけどその曲を何て言うんだろうポップにした曲でこれがいろんな方からあの北日野寺の意見をもらう時に「雨天結構めっちゃかっこええ」ってすごい褒めてくれるんですよねだからこれだけ CD 出そうかなと思って。<laughs> <laughs> <laughs> いいものだけよ <laughs> でも個人的には「キラヒノシアで結構好きな曲というかあってえーっと「ガリベンダンスナイト」っていうんですけどこれあの <laughs> 名前があのガリベンにダンスナイトをつけて「ガリベンダンスナイト」っていうんですけどこの曲がこれエピソードっていうのはこれ実話なんですけどあの。 俺の友達にめちゃめちゃ頭いいやつがいて、で、給与高校行って、給与の特進行ってみたいなやつがいて、で、あのちょうどハロウィン、ハロウィンの日に幼馴染、幼なじみといつもこの3人で遊んでて、俺と幼なじみと頭の,頭のいいやつで、あのよく勉強教えてもらってたから、久しぶりに高校別々になって会ってないから、久しぶりにハロウィンだし、遊びに行こうってなったわけ。この めちゃめちゃ頭のいいね。でもガリ弁って呼ぶよ、ガリ弁。で、で、遊びに行って、で、こいつが、ちょっと、あの、なんていうの、結構大きいマンション住んでて、あの、入り口にあのボタンを押して呼び出しするやつがあって、こうやって押して、あ、遊びに行こうみたいな。えー、みたいな。えー、でも今みたいな。 え今なんかやってるみたいな勉強してるって言って <laughs> 今日くらいいいから降りてこいって言って <laughs> って言ってあの降ろして一緒にハロウィン美浜に行ってそしてあの久しぶりに会うからやっぱり何してるか話すんですけどこいつの話がほんとにつ,つまつまらないっていうかあのお前いつも何してんのってなんか終わって大体勉強してるって。 って言うから遊びに行かないのって言って「いやうーん」って言うから「マジか!」って言ってだって俺その時ちょうどバイトもしてなくてもう毎日毎日とか週末とかライブハウスとかよく遊びに来てたから「マジかお前」って言ってでその話を聞いて結構自分の中で自分だったらなってこのもし俺がこのガリ弁の生活をしたならばっていうこの気持ちを考えた瞬間 ドンっってて曲ができちゃってそれを曲にしたら「ガリベンダンスナイト」っていう曲がだから俺がガリベンになったとしたら全部投げ出してあのどっか遊びに行くだろうなっていうそういうあれですね曲をで俺は結構ガリベンダンスナイトがキラヒノジアで売れると思ってたけども「雨天結構」が大人気という。 ミスター、<laughs> <laughs> それで、ね、こういうのって、意外と、何て言うのめじャこれをメインってやったのとは別のが売れるよね。<laughs> そういうことがあるから、気をつけようかな。さて、キラヒロジアの話は、置いといて、CM 行って CM 上げてから、自分の大好きな、 アローム紹介にいきたいと思いますそれでは一旦 CM 入ります さあお送りしているさあさあさあ、お送りしている番組はロックミュージックサンデーでございますさあここからキラヒノジアの話もライブのね話も終わりつつ今今週自分が大好きなアルバムの紹介をねしていきたいと思いますーナー名考えたんだけどなかなかただ言っただけなんだよね行ってみる <laughs> メカ賞のアルバム紹介 <laughs> これ一人だと辛いな <laughs>。いつもはゆうやくんがイェーイとか言ってくれるけど、だいぶ一人だと <laughs>。というわけで、このコーナーはですね、あの、おっ、てっちゃんさんありがとう。8888。というわけで、今回は今日、 現在,今現在ですね自分がとてもハマっているというかアーティストのアルバムを1曲ずつ流してこの曲はどんな時に聴きたいだったりどんな思い入れがあったりっていうのを喋っていこうかなと思いますというわけで今日紹介するアルバムは星野源さんの「バカの歌」っていうアルバムがありましてこれ2010年に発売されたんですけどもあのー、今 流れてる曲も確かに星野源さんなんですけどもあの何て言うんだろう星野源さんの自分アコースティックなライブとか歌が大好きでこの「バカの歌」っていうのはエレキとかほとんどなくてあのアコースティックアコギでほとんど源さんが自分で弾いてレコーディングしてってやってるアルバムでとっても大好きで結構落ち着くんですよね一曲一曲が。 なんかこういう晴れの日とかになんかなんだろうなんかおじいちゃんおばあちゃんになった気分になるんだよねわかんないけどね少し年をとってなんか大人びた考えとかしちゃうんだよねなんか昼寝とかする時にこの星野源さんの曲聴きたいなと思ってるそうそうそうというわけで。 まずは1曲目1曲目じゃないや1曲目あのアルバムのバカの歌のアルバムの名前がバラバラっていう曲なんですけどもこのバラバラもなかなかいいんですよねというわけでまずはそのバラバラ1番だけお聴きください はい、こういう曲なんですけどもこれはもう聴いてたらもうお昼寝したくなっちゃうんですよねこの曲めっちゃいいんですよ「バラバラ」って曲であのー、2010年に発売されてあのー、結構好きなんですけど えーっと自分結構歌詞が好きであのせあの星野源さんの歌詞って結構深くてあの世界は一つじゃないあーそのままバラバラのまま世界は一つになれないそのままどこかに行こうっていう一つになろうとしなくていいじゃないかっていうねそう 飯を食いクソをしてきれい事を言うよってなんか考えさせられますよね <laughs> そうこういう曲なんですけどもこのまた星野源さんの声とこのアコースティックのこの雰囲気ちょっとどこか懐かしさを感じるんですよね最新の j p o p とかじゃなくて何て言うんだろうちょっとうんあの 懐かしさを感じるような自分はとても好きであのなんか自然と体がこうやって横に揺れていっちゃうようなね音楽なんですよねこれが「バカの歌」でしたで次の曲が「グー」っていう曲なんですけどもでは一旦聞いていてください はいというわけで、こういうグーって曲なんですけども、さあ、グーの途中なんですけども、あのゲストが、<laughs> ゲストが来ております。というわけで、そのマイクは何番かな ?1 番です。2番, 2> 1, 番 1>, ?1 番1番じゃあ、あげますよ。はいさあ、誰だ誰だそう、ゆうやくんです。お <laughs> というわけで、長期休暇をもらっても、はい、出ることは可能だったっていうね。遊びに行くっていう。ちょっと、遊びに行きました。<laughs> 早速。そう、早速。<laughs> ちょっとバカの歌はね、ちょっとバックで流しながら。<laughs> うん、え聞いたところによると、はい、休暇中は休暇中だけど、結構、ギターもらったって話が。<ー> <laughs> そう、今日なんか、あのー、ちょうど今さっき、クラスメイトから、 ギタあをクラスメートからギターを3本ギター持って信号待ってたの友達かあそうそうそう友達なんか裸でギター持ってくからなんか強さよと思ってバンドマンえ、嘘うと思って友達と友達のお父さんでえびっくりーギタを… 3本いただきましたなんか原始的な何なかサムライみたいなねなんか <laughs> ギターをなんか持ってから、うん、おお立ってんなーと思って <laughs> すげえと思ってからそうちょっと見てたっけちょっと気になってたのねそう俺の家にへ<ー>お気に入ってちなみにギターは3本は全部同じギターいや違うギターで2本がアイバニーズとあと1本がどこだっけな覚えてないこ、ここここ なんとか C から始まったああやつでちょっと覚えてないですねあははであとアンプもあのボックスのオーソドックスなあのやつとあとあのグレコグレコのまあちょっといいぐらいのサイズのギターアンプにもベアンにもなるやつを頂い,いてであとはあのギターに直接つないでイヤホンつけてあの聴けるああボックスのそうそうそう,そう あ超もらってんじゃん <laughs> もらいまくりじゃんそうなんか専門行ってたいとこが引退するみたいな感じでいただきましたやばいやマジありがとうございますすげえいいなー <laughs> そうライブだったんだよ俺日曜日選えライブそうあは新曲をねああ新曲おお 新曲よりもずっとうてんけっ褒められるんだよいや <laughs> でもかっこいいしそう俺どっちかっていうと俺キラヒノジアの売りはガリベンダンスライドなのに<ー>、うん、みんなうてんけっ褒めるから<あー> <laughs> 俺うてんけっこ綺麗事だけどなと思って <laughs> 雨が嫌いすぎて好きになればいいだろうと思って綺麗事ばっか書いた歌詞で <laughs> <laughs> 適当に作ったのに、うん、適当じゃないや適当に作った人は作ってないよ真剣に作ったけど、うんうん、ガリベンタンスないとほど何、うん、て言うんだろう時間はかけてないのに、うん、<laughs> 思ったよりかっこよくなっちゃったよ <laughs>、うん、ほら見てみろこんな褒められたよ俺も見てんけこ,う <laughs> これだけ CD 出そうかなと思って <laughs> モンゴル803みたいになんか小さな声の歌だけどドンみたいな「雨天結構」だけでもいもう一発屋なろうかなと思って一発屋でもなれれば十分だろうと思って雨天結構でドンってドンって行きたい行きたいそういうことだ本当にいや久しぶり勉強はどんな勉強はうんそうそう。 フロックスもねなんか忙ししそそうだしうだ、ん、今は一応 AO 入試で受けるからその AO 入試の資料みたいな今まで自分がやってきたことをまとめてみたいな高1の時は中国行って福島行ってみたいな,大変やな何してみたいなのを福島行ったんだ福島行った夏休みの時に福島未来応援団っていうので。 お前いろいろやってるなー <laughs> ちょっともう初耳だよこんな1年ラジオやってるよ初耳だぜそれ <laughs> そ福島行ってきて震災から当時は4年経った福島の現状を見に行ってうーわすげえな、うん、ご飯が超美味しかったのしか覚えてないそういうの冗談でいろいろ見てきて結構行ったのねだからそうすげえそうそうそう <laughs> やーべーいいなーうん いそう、ゆうやが来る前ね、あの…うん、星野源さんのアルバムをね1曲ずつ紹介してて、あ<ー>あのそうそそそうそううの歌っていうアルバムがあるんだけども、も、うん、そのアルバムを紹介してて、あはーこのアルバムに入ってるのは、どの曲でも寝れるっていう、そそ<あー> <laughs> <laughs> そうそうそう,そうアコースティックで、あ<ー>どっちか寝る終身っていう、昼寝だね。あー 気楽にそう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 ,うというわけであのそうあのラジオの聞いてる皆さんにもちょっとゆうやんにもなんだけど、うん、今回きらひの字が出た DX というイベントなんですけども Twitter、うんうん、で動画が見れますほ<う>ライブ映像がほ<う>だからあのみんなが大好きな「雨天結構」も「集中豪雨も」も、うん「新曲集中豪雨」そう雨だって「う。 だ雨天結構で綺麗事ばっか言ったじゃん <laughs> 集中豪雨で本当の俺の雨の気持ちをぶつけただから<ー> <laughs> <laughs> 雨の時俺がどんな思いをしてるのかなっていうのは集中豪雨聞いていただければね、うん、あわかるうーん歌詞が「予報は雨だけど傘はささないよ天気が」とか「うん、気分がどう?」とか「もうどうでもいい」うんあ「もうどうでもいい」 結果は変わらないどうせ降るんだ集中豪雨って歌詞があって「どうでもうさ」がもう絶対読もう雨鳴った時の俺のネガティブ感満載でダーンって集中豪雨でも曲はかっこよく絵くしてやるからあそう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 かっこいいあとでできれば聴かせてあげようかなと聞いてみる聞くというわけでねすごいよだからが て現れるからわと思っいやいやいやそうあの急に音楽から話変わるんだけど俺ちょっと持病を持ってしまいました持病ちょっと病気を持ってしまいまして何俺今喉いやなケツケツわかるあの胃ボジなんですよ俺今あああは、もう あのあはそう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 ぎきつ座り方変えればあ<ー>ちょ間違った座り方すると死にそうなの、うん、<女>あ痛い痛いんだよねこれ痛<い>俺さテレビとかでボラギノールの CM とか見てて、うん、絶対俺こんな俺生きてる生きてて絶対頼らんとか思ってたけど <laughs> おこマ,マジでこの後俺買いに行こうか悩んでて <laughs> マジ <laughs> それくらい悩んでてあめっちゃ痛いんだちょバイトに影響するんだよこれがあ<ー>バイトにあバイトにれたりとかして痛いからあ<ー>あ,あの動きとかも遅くなるから <laughs> だいぶ仕事に影響が出るから <laughs> 効率そうできれば早めに直したいんだよねううううんだだからだかららそうそうそう、うん <laughs> 今後の予定ってどういうい今後の予定とりあえず昨日が今はあのこの受験勉強とあと放送部そう放送なんかまたなんか合宿とかやってたよね合宿昨日講習会があって放送部の講習会に行ってきてまあいろいろ行くの3回目で3年目だったんだけどでもなんか3年目でもやっぱ行くと感じる 学ぶ勉強になることがやっぱりあって、えー、みたいなあと講師の安田さんっていう人、うん、安田さんはあの非常に滑舌が良くて<ー>あの喋ってる言葉が全部耳に入ってくるわけちゃんと、えー、すごい滑舌が良い良かったアナウンサーとかなんかアナウンサーあのー、まあなんか喋る あはははしゃべる仕事をしてるすげえあと尺八も尺八、うん、あの服くやつそうそう,そう尺八で有名なへえ<ー>あーみたいなあそうちょっとあと10分くらいしかないんだけど、うん、あの新入生が入ってきたのよ学校にああ君たちもでしょうん新入生どう新入生 <laughs> あのー 2> 2人来たおいいいいじゃんん <laughs> 人人人、人、来たよ2人いいね 2> 2人2人うん、あーのね、俺たちの新入生がね、うん、デジタルデザイン科なんだけど、俺たちの会は。うん、今年のデジタル、俺たちの代は、俺とかが基本的に騒いでるだけなんだけど、俺みたいなやつしかいないわけ、1年生。<laughs> う,るいうるさい、うるさい。 うるさいああすごいよいやいい意味でようんうざいとかじゃなくて元気ありすぎて俺がついていけないわけ俺がついていけないわけうんあのそうあの創世のアクエリオンって知ってるああ知ってるあれの主題歌歌ってるのは沖縄の人だわけああ1万年と2000年前から熱あれ IDA でライブしてくれて そう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 あってでそれで、うん、あのー、お昼休みに1時間だけやってくれてその時本見たんだけどデジタルデザイン科が椅子とか用意されて、うん、一応スタンディングベースもあるんだけど、うん、デジタルデザイン科の1年生がみんなたすき巻いてであのー、ライブのあのー、オタクとかが振り回す防犯 <laughs> あの。 な、なんだっけ光光る、る棒。そう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 あれ持って全員男子も女子も全員だよ全員持って「お笑い行くぞ!」とか言ってるわけ「うー!」とか言ってやばいで俺後ろから見て俺オープンスクールでいろんな後輩たちと高校生の時からもう知ってるから「省吾先輩も来てくださいよ!」とか言ってるけど 俺が低くレベルであお俺はいいやって,て <laughs> <laughs> 俺が低くレベルでもうテンションが高くてうんああすっげえな1年生と思って超超ハイテンションそうこれから新入生歓迎球技大会があってそれは学科対抗とか12<ー>年生合同チームになるわけうんちょっと不安 <laughs> すごそう <laughs> すごそうすごそう体育会系なの体育会系ではないんだけど勢いとノリは体育会系ああ <laughs> すごいもうやばい「ブレスボー」っていうやってたんだけどライブをもう出演者が困るくらいの盛り上がりなわけ出そう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 何も言ってないのにしっとりとした曲だったらもうずーっと手ずっとこうやっててそうそうそう歌ってると少し笑ってるわけ<笑><笑>でもう 二回目の時、一旦もう、ストップ、ストップ、ストップってやったから、うん、君たちすごいね、みたいなやつが。<laughs> <laughs> 超元気だわけ、新入生が、うん。俺考えた俺も一回、うん、新入生うるさいやつ、ピックアップしてから、うん、さすがに全員はやばいから、ここ座らせようと思って、うん。ああ、いいと思う。一時間、うん。もう喋らせてみようと思って、うん。だいぶややこしくなると思うけど、うん。<laughs> ち,ょちょっと特別。 あのインターナショナルデザインアカデミーデジタルデザインか、うん、ちょっとねあのロックミリサンデーのこの場を借りて交流会みたいなねちょっとお前らどうだろうそれ正直うるさいけど実際、ね、合わせてるやついるだろうとかね <laughs> あそのノリにそう<何>素じゃねえだろうみたいなそう絶対お前らおかしいもんみんな元気すぎるもん <laughs> 誰か絶対合わせてるだろうとかね <laughs>、うん、それくらい元気なわけ <laughs> はあ<ー>やばい俺が押されたよ本当に <laughs> いやもう、総ょ先輩押されるってもん、相当。相当、本当相当だっけ。ほら、専門学校って、全員新卒じゃない、新卒じゃないから。二十歳だったり、二十、二十一歳とか、二十一歳とかいるんだけど、その人も。いや、いや、だから。イケイケな感じ。イケイケな感じ。すごい。か、っこいいっていうか。すごい、本当にもう、楽しんでるな。うん。だから、もう。で、て言うだろう、もう、デジ、こ、もう、あいつらの代から、デジタルデザイン科は、めちゃめちゃ。 もう激しい鍵石の感じのそう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 おっ吉弘さんこんにちはシリコンバレーからそろそろ帰ってきたかなってこんにちは帰ってきてますね帰ってきてますねいいな俺も行きたいシリコンバレー超いいアメリカ行きたいあアメリカいいアメリカ行ったとおりみんないいっていういいよいいよアメリカそうだねうん最近さ あのー、いろんなところでなんだけど、うん、高校生のバンドコンテストが多すぎるあそれほんとそれ多いいろんなとこでやってるなんで俺たちの代ではなかったの <laughs> いや多分そのなんだろう上の代の人たちがこう活発で積極的な音楽活動をやってくれてたからじゃあそういう場を。 つくそれがなんか認められてそういう場を作ろうみたいな感じになったんだと思う俺がどれだけ高校生の頃チェアファーされてたか <laughs> 未来効果の証拠といえば <laughs> <laughs> マジで <laughs> いやもう俺だってもう正直こうなって大学生とかに上がれば俺だって普通よ。うん、普通のクラスだけ <laughs> まあちょっと上手いかなくらいじゃん。本当に。うん、高校生で俺くらい弾けるやつなんていなかったのに。<laughs> <laughs> 高校生のバンド大会なんて出たら絶対にいいところ見せられたのに。<笑><笑>っていう。ね、うん、そういう気持ちもねありながら。うん、だから本当に羨ましい。本当に羨ましいよ。<laughs> 本当にお前ら。 何そういうのほんとに「盤杯」とか「盤杯」って何って「ガクある」とか「何ガある」ってって <laughs> <あと S 1> パリピの集まりの写真のあれじゃないの <laughs> 違う <laughs> え違うの体育祭とか閉めたの見たことないけどあの写真俺 <laughs> 楽しそうとか思うけど本当に <うん S 1> 超羨ましい本当にいっぱいあるそうなんか他にもなんかスニーカーエイジみたいな大会があってそれは高校沖縄県の高校生でやるやつで 学校対抗で、優勝したらファミマの CM に出られるっていう。はい、出たー。はい、出たー。もうね、そのバックアップがね、すごい。俺も、絶対応募するんだって、そういうの。俺、高校生まで行けるよ。俺、早生まれだから。じゃあ、まだギリギリ行けるわけ俺。だから、高校生って予想ついて出ようかなとか、本気で思ってるわけ。バレんだろ。あ、もう再入学したら。高校に、また。 2>, <laughs> 2回目 2> <laughs> ちゃうだろそれは小コ校にもう2回入学して自分高校生ですっつって出るっていう <laughs> バカうまいけど俺じゃ, <laughs> じゃあ自分で言うのもあれだけど <laughs> 高校生と比べたらうまいから <laughs> 本当にいやいやいやホントにあルドルフさんはいさあおはようです初見ですよ お笑いい番番組組でですすすかって違いま一応音楽番組ですよね <laughs> 今音楽あの自分が高校の時にそういう高校生限定のバンドイベントが少なくてで俺が大学生っていうか専門学生になった瞬間にこういう大会がね急に多くなるっていうね、うん、現象が起きててうや、ん、ましいなって思ってて <laughs> あ<ー>まあ目をつけられ始めたとうとうバンドもそうだよ軽音楽 いやほんとにねマジで野球部とかねサッカー部もすごいようんけどもね慶音部がどれだけ偉大かっていうのをねそう分かってないみんななめてほんとになめてるよお前ら分かってないお前ら F コード押してみみたいなほんとに何130キロの球投げられても F コード押されればダッサーみたいなおいおい G コードしか弾けてねえじゃねえかお前 何,お前何急にお前野球部やめてからちょうどお前なんかギターやりたいとかやり始めて俺それ軽音部ですからーって,って <laughs> そういう感じですよほ <laughs>、うんとにマジで軽音はねそうそうそう、うん、軽音部の時めっちゃあれだったけどな楽しかったけどな、うん、<laughs> 本んにマジでやばあと3分しかない <laughs> やっぱりゆうやがいると だいぶ長く感じるほんとにめっちゃ長く感じるほんとにやばいだから俺あそう最近あのあのなんていうのよしひろさん F コードどころか C コードで指つりましたそうそうそう C コード何気にね薬指とこういう中指と薬指がね広げるから難しいわあ それ最近突き指したからてー <laughs> 遠足があって <laughs> あ<ど>そっ<う>か最近遠足があってあのドッジボールした時にこの中指を突き指して指がちょっと変な形にやば <laughs> 変な形になっちゃってもうコードを押さえるどころかパソコンもろくにタイピングできなくなって,て。<laughs> 上さん、鹿児島からのハハハイイイイイサササイ沖縄めちゃめちゃ暑いっすよほんとに半袖だし半袖もう半袖だし半袖じゃないともう死ぬ汗かくよ汗かく汗かくそうなんだよそう、最近またコンパクトエフェクターを買いまして多分そろそろマルチエフェクター卒業じゃないかなボード作って作っておおってきたね機材がそろそろいいじゃんそうだね ちょっと師匠からまたエフェクターを買っちゃって<ー> <laughs> <laughs> いやでも定価3万8000円を1万5000円で、うん、おいやすごく僕めっちゃお得なそう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 ,そう、うん、俺にぴったしのねエフェクターを見つけてしまったのでああ<ー>そう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 ,そう何系クランチからハイゲインの,、うん、あのディストーションああ<ー>そう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 ,そう いい感じだね動画見てみたけどなかなかあーそうそうそうマーシャルの音って感じああいいそう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 マーシャルの歪みって感じそれのハイゲインの結構いいよいいなハイゲインいいよねだいぶテンション上がるそう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 だよロックミュージックサンデーってこういう音楽の話をする番組だよそうだよそう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 音楽番組だよ音楽番組だよ音楽番組だよ最近番外編が多すぎてね そう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 おそううだね <laughs> 残り1分となりましたが「<ー>ロックミュージックサンデー」はこうやって、うんあのー、自分たち2人 MC のショーゴと MC のユイヤがバンドをしておりましてそういう、ね、音楽の歯がなしとかをする雑談番組だったりでそう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 なうそ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 もそうそうそうルうそ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 ロそう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  途中で乱入も可能だから。本当そうそうそう。に。来週はね、じゃあどうしようかな俺一回ここで弾き語りしてみたよ。ああ、いいと思うそう、やりたい。いいと思うできると思うそう、だからちょっと、まずアコギ買うことからだな。結局そこかよっていう。そう、来週はワンオークのライブです。うわーいいねーイ楽しみ。いいねー、楽し生高見てきます。やばいなー。 というわけで、ー今週も六味くさんでありがとうございました。またぜひ来週も聞いてください。それでは、さようならバイバーイ